二人パパシェラ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日はアメリカで最も大切な祝日、感謝祭。前回の動画で感動の再会をした息子くんを産んでくれたステファニー一家と過ごしたのですが、風物詩のテレビ中継に始まり、豪華な前菜、巨大なターキー、子供たちの工作まで、アメリカの伝統行事にスウェーデンから来た二人パパ家が飛び込みます。最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパのアメリカ家族で過ごすサンクスギビングの一日。11月25日。11月の第4木曜日はアメリカでは感謝祭の祝日。2人パパと息子くんは息子くんを産んでくれたステファニーの家に遊びに来ています。アメリカでは家族と過ごす日として、クリスマスと同じかそれ以上に1年の中でも最も大切な日。宗教に関係なく国民全員が祝う日とも言われています。本場の感謝祭の1日をステファニー一家と共に過ごしていきます。まずは感謝祭の朝の過ごし方から。感謝祭の朝のお決まりは、ニューヨークの百貨店メイシーズが主催する今年で95年目を迎えるメイシーズサンクスギビングデイパレードの中継を家族みんなで見ること。セサミストリートやディズニーのフロート、ゲームのキャラクターなどの大きなバルーンたちが次々と現れます。ソネ、初めて見たのになんだか懐かしい雰囲気。ミツパパは大晦日の紅白を家族みんなで見ていたことを思い出していました。そしてパレードは毎年サンタがやってきて幕を閉じます。季節を感じる風物詩なんですね。そして今回はエリックのお姉さんの家で集まることになっていたので、午後になるとお出かけの準備をして車で10分ほどのところのお姉さんの家に向かいました。二人パパ集合時間の午後3時、エリックのお姉さんの家に着くと、そこには30人ほどの家族が集まっていて、僕ら二人パパを温かく迎え入れてくれました。そこに用意されていたのは豪華なオードブル。僕らもほんの少しだけチーズの盛り合わせを持参しましたが、もうどれも最高に美味しかったです。チーズのマリネに自家製ピクルス、デビルズエッグにフルーツの盛り合わせはステフの特製ディップ付き。そしてそこに出てきたこれ、pieces of meat. We got bone, no bone, wings, whatever. It doesn't need anything. You just put it in your mouth because it's already seasoned and it's great. Oh my goodness. これオードブルじゃなくてもうメインじゃないのというぐらいのごちそう。感謝祭はただただ食べ続ける日だとみんなが口々に言っていたことに納得といった感じでした。そしてこちらは子供のためのスペースもありました。やってみたい。Yes. こちらはサンクフルトリー、感謝の木というもの。サンクフルトリーは感謝祭の日に自分が感謝したい人や物を葉っぱに書き、貼り絵や立体のオーナメントにします。小さい子供にも感謝というのを教える機会にもなるようです。ただ小さい子だとたくさん書くのが難しいので、好きな友達や食べ物などを思い浮かべてもらってそれを書くことが多いようです。どうやってやるか。イエーイ。ということで、ここからはリカパパにも参加してもらいます。ということで、これサンクスフリーサンクフルトリーを作りました。上手にできたね、息子くんね。うん、面白かったですね。うん、知ってた？こういうのあるの？これ初めてやった。初めて見たね。そんな感じでリラックスしながら、まあ過ごしてたんですが、この後本日のメインディッシュが焼き上がりました。二人パパということで、本日のメイン、感謝祭といえばあのあれが焼き上がりました。 it's not that hard. Wow.
でかいですね。すごい。確か16パウンドだったから8キロぐらい。We don't want salmonella. To have salmonella here in the kitchen, we don't want that. いやこれ多分この動画で見るより映像で見るより実際に見るともう本当こんなんって感じで。すごいインプレッションだったね。うん。アメリカのさサンクスギビング初めてですか？ターキーは初めてです。でも日本でサンクスギビングパーティー。そうだね、アメリカ人の友達がいて一緒にやったりとかはしてたけど、まあ、たまたまそこの彼はターキーは焼く習慣があまりなかった家だったのかな。だからターキーが手に入らなかったんだっけ日本は。ターキーが好きじゃないと思う。あ、彼がね。あ、そうだそうだ、思い出した。まあでもここは本当立派なあのターキーがあって、七面鳥だね日本語で言うと。で中にこうスタッフィングって言っていろんな野菜とかあとパンを詰めるところもあると思うんだけど、ここは確かパンは入ってなかったかな、この中に。野菜だけだったね。そう。でも他にパンとかはいっぱい後で出てくるんだけど、でこれがお姉さんのエリックのお姉さんのパートナーさんで、あのさっきのちょっと出てきたカモのローストもやってくださった方なんだけど、すごい上手にこうやってあの切り分けてて、もうこの中がねちょうどもう完璧な。うっすらピンクみたいな時間をかけて焼かれたターキーで、本当になんかターキーってやっぱパサパサしてるイメージあったけど、すごい美味しかった。Not only my video. Don't fucking put the focus on me. No pressure, no pressure. This is about all of Japan and YouTube. Okay, not me. You don't understand. If I screw this up, he's gonna get mad comments. いや、うちのね視聴者さんはきつみね優しい方ばっかだと思うけど、緊張しちゃうよね出したらね、あのビデオやってたらね。でも見てみてもうすごい綺麗でしょ。うん。Grandma, I need the cutting board from your car. もう大家族のなんか賑やかな感じだった。旦那はもっと大きいカッティングボードが必要だ。そう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 、足りなかったよね。It's a too small cutting board. あ、それでこれは今リカパパがずっと撮っててくれてんだよね。What are you making? I got emerald. Oh, nice. Hmm. Two with two. Oh.そう、一緒に折り紙やったの。So what is that? Cranberry jelly. Oh yeah, so you gotta have that with the turkey, right? Yeah. I need to try it. I have to try. This is something my husband grew up on, and it's very important to him. There's always one person that has to have cranberry. I will try it. 美味しかったよね。美味しかった。うん。あのスウェーデンもやっぱりお肉とジャムを一緒に食べる文化あるから、うちはリンゴンベリーとかの方がちょっと多いのかな。うん。まあでも。味が近いね。うん、ちょっと酸っぱめの。This is the green bean casserole. Okay, you made it. Yes. これ美味しかったね。The corn. Yep, it's there. 並んだね、okay. これでね。I was like, oh no. Is that corn? This is corn. Yep. This is corn bread. コーンブレッドやっぱアメリカ多い。あとこれがパンとかが入ったやつ。Thicker, I guess. Okay. But just more on the sweet side. It's more of the. ちょっとパイナップルかなんかが入ってる。Is it potato? Mac and cheese. Oh, mac and cheese. Of course. There's two mac and cheese and chips on top. Yeah, one has chips on top, one does not. カリカリだね。I don't know. We haven't tried yet. No. Yeah. Okay. いやもうすごい、もう食べ物の量がすごいって感じだったね、ここはね。でもしかも、なんだろう、マッシュポテトとか確か他のやつもまだあった、おかわりが来てたから、やっぱ30人ぐらい集まってたし。 Oh, you guys need to be alive. Oh, thank you. I'm getting to... We need somebody to teach us how to do like how to... いや、撮るだけでしょって俺は思ったけどね。パパちょっとめんどくさい。自分で言ったね。hey, あ、でもこれが正しい多分盛り付け方だね。僕らあれだけど、こうマッシュポテトにグレービーソースをつけて、あの器みたいな、ね。美味しいね。うん。それ美味しいね。それ
そう、やっぱジャムつけて食べるのもすごく大好きでしたね。いやでも本当にこう賑やかなお家で楽しかった、美味しかったです。うん、僕は2回お代わりした。僕も二人パパ。そして食後はですね、地下のプレイルームでみんなで体を動かしたりなんかして遊んでました。あのステファニーの家もあのちょうど前回の動画でビリヤードのシーンが出てきたんだけど、あれも地下室で、やっぱ地下室がプレイルームのことが多いのかな、アメリカは。とにかく大きい家だったしね、どっちもね。そして腹ごなししてまたデザートみたいなすごい量だった。みんなが持ち寄ってたりしてね。ちょっと英語っぽくない今の発音。もうアメリカ滞在も後半だったからだいぶ英語っぽくなってきたかな。アップルタルトすごい美味しかった。そう、ジャックがね、すっごいいっぱい遊んでくれてて。僕らが会った時、まだ9歳ぐらいで全然子供って感じだったけど、5年でもうしっかりお兄さんになっちゃったね。そうそう、なんか、あ、そう、これ前回あげたプレゼントね。People complain when you give them presents, they don't need to be your friend. Okay. It doesn't matter when. It's like, okay, never mind. I bought it for myself, really. また遊んでくれてるね。子供もなんかいっぱいいて、でもちょっとジャックの世代が多かったのかな、ティーネイジャーの子が多かったかな。もうちょっと上の子もいたし、いや本当にぎやかで、なんか混ぜてもらってね、なんか本当にありがたいって感じだった。だからこれが今あの僕らが撮った写真だね。誰の誕生日かと思ったらこのワンちゃんのちょっと名前忘れちゃったんだけど、もうみんなキョトンとしたのね、このワンちゃんね。優しかった。そう、なんかね、喋ってた、なんか自分に向けられてるっていうのは分かってたみたい。いやでも本当に楽しいあの時間をね過ごさせてもらいましたね。二人パパということで、スウェーデンのスタジオに戻ってきました。なぜかそう、あのサンクスギビングの話なんだけど、もうこっちはねもうすぐクリスマスっていうことでクリスマスの帽子かぶってます。まああのちょっともうこっち戻ってきてだいぶ経ちますけど、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、サンクスギビングの様子をお届けしました。こう僕ら普段はねスウェーデンの生活の様子をご紹介してるんですけど、こうやって違う国の文化参加できても楽しかったです。どうでしたか？素晴らしかった。アメリカンサンクスギビング、ステファニーとエリックとみんなと一緒に、ほんとほんと、だからすごいまたすごいいい経験ができたなと思って、よかった。すごいウェルカムの、そうそうそう、ありました。あと特にあのなんていうのかな、サンクスギビングってやっぱ家族で集まるっていう雰囲気のイベントなので、祝日なので、なんかそこに混ぜてもらえたのは本当にあの貴重な経験だったなと思います。デザートは全部試した？デザートね、パンプキンは少し食べた、でも、あのアップルタルトが美味しすぎてアップルタルトを2回おかわりしました。そう、なんか誰が作ったかちょっと聞いてないんだけど、全部美味しそうだ、全部美味しそうだった。そう、まあ本当に満腹になったあのサンクスギビングだったんですけど、アメリカ編はですねもうあと 1,2 本出るかなっていう感じなので、ちょっとまた楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりますかね。はい、ということで、あの今日も動画をご覧いただきありがとうございます。またチャンネル登録、高評価ボタン、それからコメントの方もたくさんお待ちしております。それでは今日はこれで失礼します。あ、またの次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドヘイド。I love you. 二人パパ。